マブラブ、闇咲く雷帝雷雨雷帝かのこのね、この追加クエスト進行される市街地、これはね難しい、相当難しい。究極のね、まあまあ安定するんだけど、これなかなか難しい。とにかくボスが硬いし痛いし、レーザー級多数なんで、ほんと難しい。ここで一応編成はね、まあ、こんな感じ。とにかくライフル系のスキルを2体、とにかく直線上なんでね。でこの、まあ、SR、SSR、これイベントでもらったやつ2体入れてます。これだ、究極をね、やっぱでこれ手に入れた方がいいっすね。これとにかく難しい。ここ究極頑張ってこれ手に入れれば、まあいけないくはない。とにかくね、レーザー級が厄介なんですよ、ここ。でかいやつ、でかいの強いんだ、これ意外に。次はまず逃げなきゃな。でかいの、でかいの、でもうスキルと一気にバーン倒せるね。もうライフルで2人いるとすごい安定しますね。一発ドン、1位だぞ。やるとやったらね、スキル貯めなきゃダメですね。ここ来たらね、まずね、下に下がります。すぐ上に行っちゃダメですね。まずボスを引きつけて下に下がる。上行っちゃダメですね。これだけ上に、なんとか倒したいな、あれ。よし、倒した。ライフル系のスキル、そしたらもうあんな簡単に、あとはもうさっきと一緒で、究極と一緒ですね。後ろ回ってれば力はね、それなりに軽くないとダメですから。だからまあスキルでした。愛情投げ用に入れてもいいかなっていう感じですけどね、 N キャラをね。来ましたね、虹箱。編成はこんな感じですね。 SR、 まあ SSR しておいて、